ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。8月2日日曜日の全国の天気をお伝えします。那覇は小さな雨のアイコンがついています。日差しが届いても急にざっと降る雨に注意が必要です。またアイコンには出ていませんが、先島諸島は雨が降りやすく、時間とともに雨や風が強まりそうです。外に飛びやすいものが出しっぱなしになっている場合は、早めに片付けるなど対策を行ってください。また海の近くは波が高まりますので、海岸付近には近づかないようにしてください。その他のエリアは広く強い日差しが照りつけます。午後は急な雨や雷雨の可能性がありますので、怪しい黒い雲が近づいてこないかどうか、空の変化にお気をつけください。またこれだけ晴れるということで、各地最高気温も30度を上回るところが多くなります。熱中症予報を見てみますと、広い範囲で熱中症対策が欠かせません。特に赤くなっている高知や大阪、那覇では危険レベルとなっています。明日もこまめな水分補給を心がけるなど、熱中症対策は万全に行ってください。